各位听众大家好，欢迎大家到关西大学 Chinese Station 来做客。今日も楽しく中国語を勉強していきましょう。加油。今回は許可を求める表現。まずはスキットを見てみましょう。服务员，这里可以抽烟吗？对不起，不可以。有吸烟室吗？吸烟室在楼梯左边。日本語の字幕で見てみましょう。服务员，这里可以抽烟吗？对不起，不可以。有吸烟室吗？吸烟室在楼梯左边。会話の間に3秒程度のポーズが入ります。まずはじっくり中国語の字幕を見て聞いてみましょう。服务员，这里可以抽烟吗？对不起，不可以。有吸烟室吗？吸烟室在楼梯左边。もう一度中国語の字幕で見てみましょう。今回はポーズはありません。服务员，这里可以抽烟吗？对不起，不可以。有吸烟室吗？吸烟室在楼梯左边。日本語の字幕で見てみましょう。服务员，这里可以抽烟吗？对不起，不可以。有吸烟室吗？吸烟室在楼梯左边。今回のキーセンテンスは、这里可以抽烟吗？ここはタバコを吸ってもいいですか？キーセンテンスを読みます。続けて発音してみましょう。这里可以抽烟吗？繰り返します。次は字幕はありません。しっかり聞いて発音してみましょう。这里可以抽烟吗？映像に合わせて発音してみましょう。服务员，对不起，不可以。もう一度繰り返します。服务员，对不起，不可以。最後にもう一度映像を見てみましょう。服务员，这里可以抽烟吗？对不起，不可以。有吸烟室吗？吸烟室在楼梯左边。服务员，这里可以抽烟。今回の中国語会話いかがでしたか？たくさんの中国語を聞いて多くの表現を身につけましょう。好，那我们今天就到这儿吧，下次节目再见。